そうやってまた暖かい場所へ戻れて、守りたかった宝物はみんなのことだったんだと気づいて、この大切な存在だけは失いたくないと思って、また頑張ろうという決心をしました。こうやって新しい大切な宝物をいただいて、またみんなと過ごせている時間がすごく幸せです。またミウに幸せをくれて本当にありがとう。メアはお金のために活動していなかったから、今はメアの夢を叶えるために活動できてとても嬉しいです。メアは夢を叶えるため、そしてみんなと一緒にいるために精一杯頑張ります。これからはみんなからの気持ちを活動のためにいっぱい活かせるからね。頼りなくて泣き虫で、ね、何の取り柄もないミオだけど、これからもどうか一緒にいてください。メアもたくさんのありがとうの恩返しを届けられるように頑張ります。デビューしてもうすぐ1ヶ月、配信前にチャンネル登録者1万人を超えられてすごく嬉しかったです。でもここまでいろんな人に知ってもらえたのは、こんな可愛く産んでくれたネイビーママ、そして可愛く動かしてくれたダテパパ、それから活動を支えてくれていた周りの方と、今もこうやって応援してくれる君のおかげです。メアの力ではないです。メアには何の取り柄も魅力もないけど、こうやって見つけてもらえたのは支えてくれる方がいてくれたからです。本当に本当にありがとうございます。文章ではありがとうございますっていうのは伝えてたけど、こうやって言葉でありがとうございますと伝えられて嬉しいです。メアが辛い時支えてくれた君のこと、今度君が辛い時はメアが支えるからね。君とメアはそんな関係であり続けたいです。もちろん初めましてのみんなもこれからもっとメアと仲良くなろうね。これからもよろしくお願いいたされます。メアより最後まで聞いてくれてありがとう。メアの気持ちが届いていたらいいな。せっかく盛り上がったのにしびれしちゃってごめんね。じゃあ気を取り直してナイトシャンパンを入れます。いくよん。えいShall I?
使ってる。ありがとう。じゃあ、シュワシュワしながら、ここでシャンパンを飲みましょう。ここでメラからのお知らせを発表します。でででで。すでにお察しの方もいるかと思いますが、この度メアのファンクラブができました。じゃーん、ありがとう。と待ってね、今概要欄を更新するね。なったかな。とこっちにも貼ります。えい、これ固定、あ、ちょちょ、ペペ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 、固定メッセージを固定。よし、ありがとう。ちょっと簡単に内容を説明するね。ありがとう。とじゃあ、まずは、トゥナイトプラン。こちらは、メアのプライベート満載の秘密のツイッターと、あとは、YouTube でできないような感じの配信を秘密のツイキャスでやります。あとは、YouTube のアーカイブ残せなかった動画と、あとは、清楚なボイス。こういう清楚なボイスを。する予定です。次はチュナイトプラン。こちらは君の大切な誕生日をお名前入りでお祝いするボイスと、あとは二人きりのディスコードチャット、メアと君だけのメッセージのやり取りができるものです。オリジナル音声作品とプレゼント企画は不定期なんだけど、頑張ってアップします。プレゼント企画はイラスト描いたりいろいろします。で、最後がピュナイトプランです。チュナイトがピュンってなってピュナイトになります。内容はメアのサインと、あとメッセージが入った直筆グリーティングカードが3ヶ月に1回くらいのペースで届きます。あとはリクエストボイス、君がメアに言ってほしいことを月1回メアが1本言っちゃう。それと半年継続してくれた方には二人きりバーチャルデートをします。一応お話、メアと二人きりでお話という特典です。こんな感じです。あとはなんと4月までの入会で特典プレゼントがあります。まずトゥナイトプランにはミニ音声作品をプレゼントします。まだ撮ってません。待っててください。で、次にチュナイトプランはなんとメアの限定アクリルキーホルダーをプレゼントします。メアも欲しいの。こちらは郵送になるので希望の方は応募してください。で、最後にピュナイトプランはさっきの限定アクキープラス
最初の直筆グリーティングカードも一緒にプレゼントします。